今度こそご飯さんやみんなの敵を取る。これで終わらせてやる。人造人間に破壊されなければこの町ももっと人が。見ていてください、ごはんさん。まるでガキだな。ゲームに負けた腹いせで暴れるなんて。うるさいよ、あんたは黙ってて。17号18号、貴様らもこれまでだ。片付けてやる。なんだ、生きていたのかトランクス。それにしてもお前ほど無駄な努力が似合うバカはいないな。17号、あたしむしゃくしゃしてるんだ。もうあっさりやっちゃってもいいだろう。鬱陶しいからさ。遊びが一つ減ってしまうが、まあいいだろう。好きにしろ、18号。本当に長かった。お前たちが現れてから、俺たちや世界中の人々にとって、毎日が地獄のような日々だった。ふん。それがどうした？タイムマシンで行った過去の時代のお前たちは少しはいいやつだった。だがこの時代のお前たちは無益に街を破壊し、人々を苦しめ続けている。許すことはできない！ごちゃごちゃ言ってんじゃないよ！さあ、来い！なんだ、なぜ私がこんな奴に手こずっている。今までの俺だとは思わないことだ。消えな、もやったね。俺たちの受けた傷に比べればまだ足りない。行きますよ。そんなことがあってたまるもんか。どうだ、これが俺たちが受けた痛みだ。はっ、消えな。
どうした、だらしないな18号。ちくしょう、もう許さないよ。二人で来い、同じことだ。なんだ、今までのやつとは何か違う。さあ来い。これが本当の最後だ、人造人間。何を寝ぼけたことを言ってるんだ。やっちゃおう17号バカヤコー。よっけっよっけっ、いきますよ。やっぱり何も変わってないじゃないか。さっきのは口だけだったみたいだね。どうやらお前が最後のようだな。はぁ、どこにいるの。こいつやるな。こいつ
された仲間たちの、そして今度はご飯さんの形だ。はっ、これでみんなの仇を、いや、まだだ。肝心な奴が残っていた。3年余りの月日が流れた。破壊の限りを尽くした17号と18号がいなくなり、平和になった町では復旧の工事が進んでいた。そしてタイムマシンの往復分のエネルギーもたまり、トランクスは人造人間を倒した報告のため過去に出発しようとしていた。それじゃあ行ってくるよ、母さん。トランクス、気をつけて。みんなによろしくね。はい。離れていて、母さん。安全なところへ。え？わかったわ。そこにいるのはわかっているぞ、セル。な、俺を殺し、タイムマシンで過去に戻って17号、18号を吸収するつもりだろう。完全体になるために。何？なぜそんなこと。その計画は失敗だ。そしてこれで全てが終わる。計画が失敗だと？はっ、貴様ごときが偉そうに。セル、完全体のお前は確かにとてつもない強さだった。だが今のお前なら俺でも十分倒せる。そうか、お前過去に行ったのだな。なるほど、妙に事情に詳しいわけだ。それにしても今の俺なら倒せるというのは心外だぞ。トランクス、貴様のデータはスパイロボでお見通しだ。貴様の力では俺様はおるか、17号や18号すらも到底倒せまい。ではなぜ17号と18号はいなくなったんだ。なっ、まさか二人が消えてしまっていたのは貴様が。この西の都で戦うのはまずい。随分再建が進んできたところだ。場所を変えさせてもらうぞ。はっ！セル、貴様を倒し全てを終わらせる。Yeah.
うん、弱そうだな。奴はまだ進化していない。今なら倒せる。うん、弱そうだな。絶対に奴を過去に行かせちゃいけない。何か口にしておきたいところだ。うん、弱そうだな。少しは腕を上げたようだが、この俺様を倒そうとはとんだお笑い草だ。絶対にお前を過去には行かさん。ふざけ、青にせいが。俺はドクター・ゲロ様が作り上げた究極の人造人間だ。この世に俺様を倒せる奴などいるはずがない。どうか。やった。うっ、ガッツ、ハロ、ガッツ、ヘアッツ、来ます。はぁ、ガッツ、太陽拳、ハハ、ダメか。そう、どうせ過去に戻り完全体になってやろう。そううまくいくと思うな。二度とこの世界を孤独のような目には合わせない。この俺様との力の差を思い知るがいい。今の俺をお前が知っている俺とは思わないことだ。やはり大したことはないようだな。これくらいどうってことはない。どういうことだ。やっ、やっ、はぁ、なんだ。やっ、やっ、くらえ、負けっこー。うわっ、はぁ、もう諦めるんだな。出る。貴様が17号と18号を倒したせいで余計なことをしやがって。奴らから受けてきた苦しみを返してやっただけさ。他にまずい。うわっ、俺の真の力に穴なくがいい。はぁ、はぁ、なに、こい、てっ、やってくれ。なに、俺の動きがついてこられめ。やっと、やめ、はぁ、誰、待て、俺がさせない。と取り戻した世界の平和は俺が守る。よっ、よっ、行きます。やっ、神、まだまだ。てっ、やっ、てっ、はぁ、まずい。かん、ぬん、やっ、かん、そこだ、吹き止め。見えられると思わないよ。なんと、はぁ、はぁ、はぁ、やめ、はぁ、くらえ、負けんぞ。うわっ、てっ、うわっ、はっ、ちょっと、はっ、はっ、くれ、やっ、かぁ、俺の、やはり人間の敵、貴様は敵ではないのだ。人間の力を貯めるな。まずい。来い。来んだはずは。俺は究極の人造人間。貴様のような若造に負ける。お前だけは地球の平和のために許しておけない。俺の動きがついてこられない。くらえ、まずい。俺の動きがついてこられんめ。この俺に元気をよこしてやるよ。
逃げられると思う。これで全てが終わりましたよ。ありがとう、みんな。トランクス、無事なの？はい、母さん。これでみんなにいい報告ができます。人造人間との戦いは終わりましたよ、ゴハンさん。俺はこれからもゴハンさんやみんなの意志を継いで勝ち取った平和を守っていきます。こうして人類を脅かし続けた人造人間とトランクスとの長い戦いは終わった。辛い未来を生きてきたトランクス、そしてブルマたちに真の平和が訪れたのである。その平和は今後も大切にされていくだろう、トランクスがいる限り。地球が起こって火山
の竜がいたら玉の輪子みたいね。